さて今日は今だからできる40歳からの歌手デビューについて熱く語っていきたいと思います。40歳からとは言っていますが、ここではまあたとえ28歳でもこの年で今更歌手デビューって思っている方、私の周りにも昔は歌手を目指していたとかバンドをやっていたとかそういう方は多いですし、実際レッスンでも40代50代の方が本当にたくさんいらっしゃいます。今更なんですがやっぱり歌いたいと思って、どうせやるなら基礎からしっかりレッスンしたいのでとおっしゃる方がとっても多いんですね。本当は何がやりたいかって自分にこう向き合った時にね、歌しかないとか、全然そんなレベルじゃないんですけど YouTube とかやってみたいんですとか、できます、全然できます。人生100年時代、50歳でまだ半分です。これから50年あるとしたらまだまだ未来に向けて伸びしろがある、もう何でもできるというか、まあ、そうですね、現時点でいろいろ制限があったとしても今が一番若いんですからね、まあ、それに若い頃はできなかったけど今だからできるっていうこともたくさんあるかなと思います。人生は一度きり、そのうちとか上手くなってからとか言っているようではいつまで経ってもできません、まあ、あっという間に終わってしまいます。今やらないでいつやるのってことですよね。自分の人生を自分らしく謳歌したい方、あの時本気でやっとけばよかったって後悔したくない方、今回は一緒におしゃべりしているような感覚で、ぜひ最後までお付き合いいただければ嬉しいです。見終わった後なんかこうワクワクが止まらないとか、なんかざわざわしてくるっていう方は、明日からの人生を変えることができるかもしれません。こんにちは、ボーカルコーディネーターの佐々木ひとえです。私はもう30年近くボイトレとあと歌唱指導をしているんですけれども、実は昔あるコンテストに出たことがきっかけで、19歳の時にポニーキャニオンレコードからデビューしているんですね。ただ全く売れなかったので、まあ、何の知名度も実績もありません。それからバンドを組んで音楽活動をしたり、海外にボイトレ留学に行ったりとか、まあ何かとこうずっと歌うことに関わってきました。自分自身はたまにライブをやるくらいで、生徒さんの方がたくさん、まあ、ライブをしたり CD 作ったりしていると思います。なので今日はいつものレッスンとはちょっと違うけれども、まあ、トレーナーとしてではなく皆さんと同じ立場で大人の歌手デビューについてお話ししていきたいと思います。歌手デビューなんていうとオーディションを受けてスカウトされて、まあ、どこかのプロダクションに入ってドラマの主題歌でタイアップ、そして CD を売ってテレビに出るみたいな、まあ、そういったものを想像される方が多いかもしれませんが、まあ、時代はどんどん変わっていますよね。音楽の世界も多種多様でどんどん進化していっています。そこで今日は今やらなきゃもったいない大人の歌手デビューは誰でも簡単にできる、そして自分のアルバムを作ろう、チャンスはあるけどリスクはない、さらに大人の歌手デビューを叶える5つの手順という順番で、お話ししていきたいと思います。まずは大人の歌手デビューは誰でも簡単にできるということですが、きらびやかなステージでスポットライトを浴びながら、まあ、一度に3万人とか動員できるような才能のあるアーティストさんは本当にもう特別です。ごくごく限られた人だけですよね。まあ、自分のライブに毎回50人集めるっていうのも大変なのに、まあ、今からそこを目指そうだってそれは厳しいですよね。それにメジャーの世界では今はもう10代ですからね、まあ、年だけは私たちもどんだけ大御所かっていう話なんですけれども、そんな現実離れした夢みたいな世界ではなく、私たちはもう大学デビューも社会人デビューも公演デビューも経験してきたわけじゃないですか。歌手デビューにもいろんな形があっていい、誰にでもできます。まあ、そもそもデビューとは初舞台とか初登場とか、まあ、そういう意味なんですけれども、初めての場に挑戦する、チャレンジする、次のステージに乗り込んでいくっていうような意味でもあるわけですね。例えば地元のカフェとかライブハウスであなたの歌を10人の人が聴いてくれる、そしてまあ喜んでくれる、まあ、それがまあたとえ家族であっても友達であっても、あなたを好きと思ってくれている人たちにあなたの歌を届けることは十分可能なわけです。そこで思いもよらない人たちがね、たまたま聴いてくれた人が本当に喜んでくれたら、こんな嬉しいことはないですよね。たとえ1万人に支持されなくても、あなたの周りにいる10人の大切な人たちの胸に残るようなこの感動を届けることができたら、まあ、それはきっとあなたにとっても、まあ、宝物のような、まあ、素敵な瞬間になると思うんですね。あるいは自主制作の CD が10万枚売れなくても、これ10万枚売るってめちゃめちゃ大変だと思いますけれども、 YouTube であなたの歌がある日突然バズったりしてね、10万回再生されることなんてもう十分あり得るわけじゃないですか。今は YouTube とかでね、10万人の登録者、まあ、フォロワーがいるという普通の人は実際にたくさん存在するわけですよね。しかもそういう SNS って自由なんですよ。
何のオーディションも資格もいらない、まあ、アカウントを持っていたら誰でもできる。すごくないですかこれ。そう考えるとあなたの歌をたくさんの人に聴いてもらえる可能性はとっても高いですし、チャンスはいっぱいあるってことですよね。そしてそんなことがプロの世界を目指すよりずっとずっと高い確率であなたにも実現できるんです。ちょっとワクワクしちゃいますよね。昔はライブ一つやるにしてももうアナログな作業がいっぱいで大変だったし、自分の歌の動画をね全世界に配信するなんてもう普通の人にとっては夢のまた夢だったわけですよね。実力はもちろん労力もエネルギーも時間もお金もめちゃめちゃ必要だったと思います。でも今は一人でできる機材やねツールとかカラオケアプリとかもいろいろあって、そこで自分の歌を発信することはもう30分もあればすぐできちゃうわけですね。例えばねルックスに自信がないっていう風な方でも、なんならアニメやアバターでできちゃうわけですよ。もうやろうと思えばもう誰でも簡単にこんな風にね、実現可能ということですよね。いやもう本当に今からでも全然遅くありません。こんな風にあなたが自由に歌っていける場を作って、そこでこうファンを作ること、歌うことで自分らしく発信していく、それを叶えることは十分可能なのではないでしょうか。そして2つ目、自分のアルバムが作れる。これアルバムといっても CD をリリースするということだけではありません、読んで字のごとくアルバム、あなたが今まで生きてきたこの証のような歩いてきた軌跡、そんなアルバムですね。先日も自分が歌った歌を子供とか孫たちのためにね残していきたいんです、そのために YouTube をアップすることが夢なんですとおっしゃっていた方がいらっしゃったんですが、もう全然夢なんかじゃなくもう今すぐにでもできます。たくさんの人に向けるということではなく、ごく限られた人たちに向けてあなたの歌を発信していくことで、あなたを取り巻くこの周りの世界はね大きく変わっていくかもしれません。実は先週も私のスクールの受講生の方が今までのねこの記念に自分のミュージックビデオを作りたいということで動画を撮影してレコーディングをして一曲作品を作ったんですね。今はプロ並みにもう作れちゃったりするので本当に映像も音もね結構いい感じで、思った以上に素敵な作品に仕上がりました。あなたの人生を歌うことで綴るアルバム、そんなものが残せたら本当に素敵です。さらにチャンスはあるけどリスクはないということですが、今まで自分の時間をお仕事に捧げ、家族のために、そして世のため人のために生きてきたからこそ、今こそ自分のために歌っていきたい、そんな風に思っている方もきっとたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。確かに今までのこの人生の節目で、例えば受験とか就職とか結婚とか、そういうところで、頑張ってきた人ほど、音楽なんてやっててもなとか、もっと地に足をつけて現実を見ないととか、歌いたいっていう思いがあったとしても、この思いを心の片隅の方に追いやって、一時期歌うことから離れていたという方も多いと思います。でももし本当に歌いたいなら、やりたいことをやらずにこの後の人生を過ごすより、やりたいことをやって歌っていった方がきっと幸せです。なりたい自分になるっていうことはもうね、これからの人生で本当に、すごいテーマなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。今だからできることがいろいろありますし、今のあなただから歌える歌っていうのもきっとあると思うんですね。確かにチャンスは広がったし、やろうと思えばできるけど、そんな実力もないし、実際やったところで誰も聞いてくれないし、周りからまず何て言われるか分かんないしねっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。いやいや、何を期待してるんですか。仮にあなたが藤井風さんに勝てないからといって、世界中から非難されることもクレームが来ることもありません。会社をクビになることも、明日からご飯が食べられなくなることもありません。もしもっと上手くなりたければ、少しでもいい歌が歌えるように練習したらいいだけです。初めは誰も聞いてくれなくて当たり前です。もうライブでも YouTube でも、初めはもう普通はね、ごくごく親しい人しか公開されないので何の問題もありません。なので例えばね、インスタとか Facebook に投稿したら300人ぐらいの人は聞いてくれるかななんて期待するのはやめましょう。もう3人で十分です。その中の1人が喜んでくれたら OK ということで、そこにエネルギーを使っていきましょう。これはリスクではないし、もしそこから誰かね、自分の知らない人が聞いてくれて気に入ってくれたら、もうラッキー、もうこんなにありがたい話はないわけです。でそんなチャンスがあるかもしれないということなんですね。
YouTube とか SNS って全世界に向けて発信されますが、まあ、だからといってそこに至るにはもう本当にいくつものハードルがあるのでね、余計な心配をすることはありません、まあ、この他オープンマイクとかセッションとかね、そういったライブだって1回のライブで完璧にできることなんてありません。完璧にやろうとか上手くなってからやろうなんて思っていたらもういつまで経ってもできません。無理です。まあ、もちろんそれなりにね結果を出したいなら練習は必要ですし、最善を尽くす努力は忘れずに。リズムと音程はある程度のこうレベルがなくては厳しいです。まあ、実際 SNS に投稿するにはもう誰でもできるんですが、極端な話どんなに下手でもできるわけですよね。なぜなら自由だから。まあ、聞き手に選択権があるので、見たくない人は見なければいいわけですから。あとは特定の人だけにね限定公開するということもできますし、コメントをオフにすることもできます。まあ、でも生のライブはね違いますよね。オープンマイクにしてもセッションにしても、演奏してくれる人が、まあ、聞いてくれる人とか、その場であなたの歌に関わる人が実際にいるので、ある程度のことはできた方がいいし、まあ、誰でも OK というわけにはいきません。聞き手がとりあえず納得できるくらいのリズムと音程、まあ、そこは頑張りましょう。でもチャンスがあったらぜひ挑戦してみるといいと思います。まあ、たとえ失敗しても何のリスクもありません。自分がちょっと恥ずかしい思いをしたりとか落ち込んだりするということはあっても、それはまあどんな人でも当たり前です。まあ、私も毎回落ち込みます。でもそれはさっきも言ったようにプロのまあリスクとかプレッシャーに比べるともう全然個人的なことであって、自分一人だけの問題なのでね、どうってことありません。それもいい経験になるし、まあ、成長につながっていきますよね。どんなね上手い人でもね、やっぱりこう自分的にもう課題はたくさん残りますし、次の課題としてもうそれをバネにしていけたら最高ですよね。なのでリスクを恐れずにチャンスを生かして今ある環境で好きなことに取り組んでいく、まあ、これができるだけで人生は充実します。そして大人の歌手デビューを叶える5つの手順。大人のね歌手デビューはいいことづくめ、もうやらなきゃ損ということについてお話ししてきましたが、では実際どうしたらいいの、何から手をつけていいの、歌うことで発信していくとはいえ、まあ、何から始めればいいのか、どこから手をつけていいのかよくわからないという方も多いと思います。まあ、いくら小さい世界でって言っても、まあ、すぐにデビューできるわけではないですし、今すぐなりたい自分になれるわけではありません。一人でも多くの人に聞いてもらえるようないい歌が歌いたい、まあ、そんな気持ちはみんな同じだと思うんですね。まあ、やるからにはもうそうですね、自分の中の不安とか、まあ、少しでも払拭したいですよね。聞き手にはもちろん自分自身でも納得がいく結果を出したい、まあ、それにはやっぱりこう準備が必要です。まず一番大事なのは自分自身に向き合って本当にやりたいことは何かよく考えるということですね。ここが最も重要です。今までね、例えばこうあるべきとか思っていたこの普通のことっていうのがちょっとずつ変わってきています。常識にとらわれずにね、枠を作らずにワクワクしながら本当に自分がやりたいことを考えてみるといいですね。まあ、今だからこそ改めてじっくり考えてみると忘れていた思いに気づくかもしれません。忙しいから無理とか、まあ、どうせできないからとか思わずに、本当に自分がやりたいこと、喜ぶことは何か、まあ、正直に自分自身に向き合った時に、まあ、案外人に聞いてもらいたいんじゃなくて、ただ単純に歌うことを突き詰めたいだけなのかなっていうふうに思うかもしれないですし、まあ、本当に親しい人だけに届けたいって思うのか、逆に自分のことを、まあ、知ってる人には聞かれたくないって思うかもしれませんしね、知らない人のところでやりたいっていうふうに思う方も、うん、いらっしゃるかもしれないですし、あとは仲間と楽しくバンドをやりたいのかとか、まあ、一人で密かに発信したいのかとか、まあ、それによっても、やることがねちょっと違ってくると思います。なりたい自分のビジョンが見えてきたら次は2つ目、そのために必要なスキルをつける。まあ、例えばあなたのやりたいことの一つが YouTube をやるということだったら、どんなイメージでどれくらいのものを出すのか、その曲が全然歌えていないっていうんだったらやっぱりこれは厳しいので、当たり前ですがある程度練習が必要ですよね。ただあまりこう理想をばかり追い求めてもしょうがないですけれども、とりあえず音程が合っていないとか
高音が出なくて歌いたい歌が歌えないという、まあ、自分の課題を見つけてその練習をしていくということが、まあ、優先ですね。でボーカルにとってボイトレはやっぱり重要です。いい先生を見つけてレッスンに行くとか、自分で練習をしている方は練習を頑張るとか、こう無駄にテレビを見ている時間とかを使ってコツコツやっていくということが大事かなと思います。でもちろん初めからイメージ通りにいかないのはね、もう当たり前です。これは SNS に投稿する場合もライブで歌う場合も、まあ、同様で、ボーカルスキルはある程度必要なので、ぜひここはわきまえて練習してみてください。そして3つ目、今の自分にできる小さい一歩から始める。でいきなりねこう大きなことをやろうとしてもやっぱり難しいです。理想と現実のギャップがありすぎてしまうとモチベーションも落ちてしまう可能性もありますし、なので練習を継続しながら今の自分にできることから始めていきましょう。例えば1日1曲歌ってまずは録音して聞いてみるとか、信頼できる人に歌を聞いてもらってアドバイスをもらうとか、 YouTube アカウントを作るとか、まあ、単純にカラオケアプリに登録して歌ってみるとか、こんな風に集中して行動しているうちにこうどんどん状況がね変わってくると思います。ライブをやりたいという人は、まあ、オープンマイクをやっているお店にねちょっと顔を出してみるとか、地元の音楽イベントとかに参加してみるとか、あとは、まあ、老人ホームとか施設とかで、歌っている人に話を聞いてみるとか、まあ、そういうできることから始めてみるといいかもしれません。まあ、どんな小さなことでもいいと思うので、何か行動を起こしてみることが発信することにつながっていくと思います。そうこうしているうちにね、気がつけば何曲かレパートリーも増えて歌も上手くなっていて、なんとなくそういう環境ができてきて次の扉が開いていくと思います。まあ、どんなこともね、すべて小さな一歩が始まりです。この小さな一歩を動かしていくと次の扉がねきっと開いていきます。そして4つ目、必要な道具を揃えたり環境を作る。まあ、次はこの2とか3とかを続けていきながら準備をしていきます。バンドがやりたければ、例えばそうですね、マッチングサイトとかに、まあ、を利用してやってる方もいらっしゃいますし、サークルに入ったりとか、あとは音楽をやってる人たちが集まる場所に出向いていったりとか、オープンマイクをやっているお店を探して行ってみたりとか、そういうのもいいかもしれませんね。自分の実力を上げていきながら仲間を増やしていきましょう。そして SNS で発信したい人は選曲とか音源とか、まあ、背景のイメージなどを考えて、それに合った撮影に必要な機材を準備します。まあ、例えばギターの弾き語りでね、まあ、自宅の例えばベッドの上で自然な感じで生音で撮影するとか、まあ、そういうのも一つですし、撮影も顔出しにするのか、それとも何かこう背景画像みたいなのを使うのか、スマホで撮るのか、カメラを買うのか、照明はどうするとかね、まあ、そういったことを考えて自分のイメージに合った道具を揃える必要があります。まあ、一番簡単な方法はもうスマホ一つあればもうできちゃいますので、まあ、それでも全然 OK かなと思います。でそういう環境を作ると自然にね物事がね動いていくものですよね。まあ、こういった機材のことについてはまた詳しく動画を出そうかなというふうに思っておりますので、楽しみにしていてください。そして5つ目、最後ですね、トライ&エラーを繰り返す。もう何であれ初めの1回で思った通りのことができるとか、もう成功するなんてことはありません。まあ、結構皆さんその何て言うのかな、この1回発表会だったら発表会とか、ライブだったらライブ、その1回にかけてうまくいかなかったりすると、あもうダメだとか、自分には向いてないとか、もう全然思うように歌えなかったなんて落ち込む方も多いんですが、初めからうまくやろうなんて、もうそんな期待や幻想を抱くと、もう現実とのギャップに苦しみます。もう物事そんなにね楽ちんじゃありません。だから歌うことは深いんですよね。何度もトライ&エラーを繰り返す、この回数が多いほど上手くなります。この回数が多いほど感動が生まれます。まあ、とにかくたくさん失敗しましょう。でそれが素敵に歌えるようになるための秘訣です。とにかく分母を増やしましょう。3回やって2回失敗するなんてもういい方ですね。3回やって3回失敗、10回やって8回失敗。でもこの失敗は全然失敗ではありません。まあ、トライ&エラー、つまり挑戦と修正を繰り返すということですので、これを楽しみながらやっていくことで、あなたの人生は必ず輝きます。たとえ今いくつであろうと、限られたこの時間の中でどんな行動を起こすのか、
まあ、あの人はいいよねって行動している人を羨むのではなく、自分も今から行動する。まあ、私自身もこの新しい明日に向かって今できることから一つずつやっていきます。新しい1年、悔いのないように歌うことを一緒に楽しんでいきましょう。そしてあなた自身の人生を謳歌していきましょう。というわけで今回は40歳からの歌手デビューということについてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。まあ、年末差し迫っておりますし、また2023年、来年新しい年、どんな風に過ごしていきたいのか、どんな風に自分の夢を形にしていきたいのか、なりたい自分になっていくためにどうしたらいいのかということについてお話ししてきましたが、少しでも参考になったなという方はぜひチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。歌い出した瞬間、その場の空気が変わるようなワンランク上の歌い手になるためにお役に立てていただけるコンテンツを配信していますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。そして今年1年、このボーカライフチャンネルをご覧いただきまして本当にありがとうございました。皆さんに支えられて、なんとかこの年もね、コンスタントに動画を配信していくことができました。この場を借りて心からお礼を申し上げます。そしてステップバイステップで基礎からしっかり学んでいきたい、私と一緒にレッスンしたいという方は、概要欄の方からぜひ LINE にご登録ください。お友達登録いただきますと個人レッスンのご案内なんかもさせていただいておりますので、興味のある方はぜひチェックしてみてくださいね。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまたお会いしましょう。 See you!